こんにちは、えっちゃんです。今日は結婚式の招待状をアートで返しちゃおうっていうのをやっていきたいと思います。まあだいたいですね、20歳から22、23歳の時に第一陣地元の友達とかが結婚して、その後に24、5でこう女性たちがちょっと年上の彼氏と結婚なんかね、社会人になって結婚しようみたいな人が出てきて、で30前後でまたね結婚式なんていうのがありまして、結構ね、結婚式の招待状が届くんですよ。で、私毎回結婚式の招待状はなんかこう、招待状アートみたいなやつで返すんですけど、こういうね、マジックとかね、ペンをね、1個用意するだけで簡単に可愛いアレンジができて、それで返すとね、結構喜ばれたりとかして、より一層ね、結婚式を楽しみにすることができると思いますので、今回は縦の招待状と横の招待状で、ディズニー風の招待状変身アートをやっていきたいと思います。まだね、結婚式なんてちょっと遠い話だなーなんて思う人も多いと思うんですが、いつ届いてもいいようにぜひ勉強がてら、そしてディズニーのねキャラクターの描き方のね勉強にもなるかもしれないので、ぜひやってみましょう。それでは暗え。はい、では早速1個目は横の長い、そういった招待状に向けて使えるものです。出席欠席が横文字で書いてあるものであれば大体使えると思います。まずは鉄板ミッキーミニーで書いていきます。こちらはですね、まずシャープペンシルで下書きをしていきます。下書きの時点でこうミッキーの頭、ミニーの頭は丸がね3つくっついたような状態になっているということを意識すると簡単に書けると思います。真ん中に大きい丸、上と下そこにね、つける感じで耳の大きさの丸をつけます。まあ、今回はですね、全部5種類ともシルエットをテーマにやっていくので、そこまで難しくありません。塗りつぶしでね結構塗りつぶしてしまうので、大雑把さんでもはみ出しさえしなければいけます。下書きでね、丁寧にこのような状態に持っていけたら、はい、下書きがざっとできましたんで、ペン入れをしていきます。まずは線画を書いていかないといけないんで、なぞっていきましょう。ここ丁寧にやっていきます。内側にずれる分にはいいんですが、外側にはみ出た場合はホワイトでの修正以外は、できませんので、丁寧に書いていってください。はい、全体的に線が書けました。で、あとはシルエットの部分を塗っていきます。塗っていくのはミッキー、ミニーの体と服の部分です。ですが、冠の部分やリボンの部分、胸のね部分に入ってるお花のところとか塗らないように丁寧に塗っていきます。はい、ということでミッキー、ミニーの招待状アート完成です。続いて、アナと雪の女王風のアートをやっていきましょう。プリンセスたちを描くのは大変だと思います。今回はオラフに頑張ってもらいたいと思います。まずこの欠席の部分をオラフの口の中にしたいと思います。それによって塗りつぶしちゃうわけですね。ということで口から描いていきましょう。口の大きさがこのように決まったら、そこから顔の大きさをね決めていきましょう。まあだいたいね、今回はもう欠席っていう文字自体が大きいので口が大きくなりました。ということで、画面いっぱいいっぱいのオラフになります。斜めを向いているオラフを描くときは、口元を描いたらその上に鼻がついて、口の前歯の部分のちょっと内側ぐらいからおでこの方のゾーンが生えてきてって感じで描いていきましょう。目もねこんな感じで丸が2つくっついたように描いていきます。そして体なんですが、ちょっと今回はこのまま真下にそのまま直立のオラフを描いてしまうと文字を書く部分がなくなってしまうので、ちょっと胴体がねずれた感じの躍動感のあるオラフを描いていきます。皆さん真似して描けたでしょうか。このオラフの手から雪の、なんて言うんですかね、魔法じゃないですけど、エルサがね使うような魔法っぽい雪の結晶やアスタリスクプラス丸なんかを散らしてあげます。はい、ということで線が描けましたでしょうか。今回はですね、塗りつぶしの部分だいぶ少ないです。とにかく雪の結晶を頑張って描いてください。それだけでアナと雪の女王風になります。はい、では早速塗りつぶしの部分。塗る部分は腕の部分、そして口の部分、目の部分、そしてボタンの部分っていうのかな、オラフの胴体にある丸いボタン風のところですね。ここを塗っていきましょう。塗れたらですね、完成です。今回オラフの体が斜めにずれた状態なんですけれど、ずれた状態じゃなくて直立でも平気ですし、もっと胴体ね外れた感じ、全体的に前のめりにしてもいいと思います。
招待状といってもね、縦と横があったり大きさもね、大小いろいろあるので合わせて書いてみてください。こちら多分一番簡単なアートでした。続いてプーさんのアートを描いていきます。プーさんはですね、こうちょっと顔は縦長なイメージで描いていきます。楕円形のおでこにこうハートの端っこがくっついたようなほっぺがくっつきます。で、耳はちょっと小さくてちょこんと丸ではなくて楕円形を潰したような形の耳をつけます。ハートのこの潰れたハートを描いた時の口元の線より内側に小さい丸を描くようにするとプーさんの目が描けます。そしたらですね、あとは風船と風船を持った体を描いていくんですが、ここでポイント、出席の部分だけ丸く囲ったりハートで囲ったりしてください。欠席の文字を黒い塗りつぶしで隠せたらそれ以外はお任せで、風船に柄を描いてもいいと思いますし、このようにハートの形にしてもいいと思います。なるべくね、はみ出ないようにやってください。はみ出たらホワイトで修正ですね。はい、ということで塗れたんですが、部分的にプーさんの服のところ、ここのシワの部分だったり、塗りつぶしすぎてしまったところなどをホワイトのペンで抜いていきます。完成！プーさんの招待状アートです。続いて縦の招待状アートです。まずは欠席の部分を顔や胴体で隠れるように顔の位置を丸で描きます。そしてこっから胴体を描いていって、この胴体はね、ポイントとしてはめちゃくちゃ薄っぺらいイメージですね。ディズニーキャラは、基本的に、体が薄っぺらいんです。で、スカートの部分だけふわっとさせてください。で、ラプンツェルといえば長い髪の毛にお花がいっぱいくっついてます。そこも描いていきましょう。どちらかを丸でお囲みくださいがね、今回のこちらの髪には真ん中にあるので、そこも塗りつぶせるように髪の毛をちょっとそこにかぶるように描いていきます。そして周りには、お花を散らしていきます。髪の毛に描いたお花のようなものを周りに散らしてあげるといいと思います。葉っぱもね、ちょっと描こうかなと思って、ツタとかね、やっぱラプンツェルは森に最初住んでいましたん で、白抜きしたい部分についてはあらかじめ線画の時点で囲っておきましょう。はい、ということで線画が描けました。中を塗っていきます。今回はお花も描いてあるので結構難しいと思いますが、丁寧に塗っていきましょう。黒ベタ塗っていきましょう。ということで完成になります。ではでは、今回5選最後、シンデレラ風に描いていきたいと思います。シンデレラ風なんですが、これね、結構キャラクターは描かないので簡単かもしれません。まずは出席欠席のところ、出席の文字以外のところをお城で隠したいと思います。シャーペンでまずはお城を描いていきましょう。まずは四角く囲います。これがお城のベースだね。で、ここに屋根をいっぱいくっつきます。まず、端っこの方とかに大きい、ちょっとねずんぐりむくり、背の低い屋根をつけて、塔の部分を作ります。で、あとはね、こうバランス見て屋根とか塔の部分を足していきます。でですね、ここからニョキニョキニョキと道が出て、かぼちゃの馬車が出ているようにしたいと思いますので、かぼちゃの馬車がね、出席に向かっているようなイメージで描いていきます。かぼちゃはですね、楕円形の集合体だと思って描いてください。続いてご住所などね、ごの部分がまだありますね。そこもね、消さなきゃいけないので、いろんなアイテムで消してみましょう。ではね、ここまで下書きができたら、なるべくはみ出ないように塗っていきます。はい、ということで無事完成しました。こちら、じゃじゃーん、超シンプルシンデレラ風の、招待状アートです。ガラスの靴はね、ちょっと描くの難しかったので、みんなはガラスの靴じゃないので描いた方がいいかもしれないですね。無事できましたんで5枚並べてみましょう。じゃん、いいじゃん。はい、ということで描いてみたんですけれど、まあ、この簡単で楽しくて可愛い変身アート、みんなもやってみてください。いろんなキャラクターで応用したりとかして、様々なねアートに変えることもできると思います。ぜひやってみてください。
ではこれから結婚式に呼ばれる予定のある人もない人もぜひこちらの動画良かった、参考になるためになったと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、今回はね大人のアートって感じだったんですけど、このキャラクターの変身アートを見てみたいみたいなのがあったらぜひコメント欄にコメントよろしくお願いします。ではみんなバイバイ。チャンネル登録通知オンよろしく。